はい、こんにちは、デコのクレソンです。今日はですね、なんと新商品、新アイテムの紹介になります。これめちゃくちゃ評判がいいので、ぜひとも皆さん手に取ってみてください。今日はですね、紹介するのはですね、こちらでございます。エリュージューダブリーチケアセラムでございます。こちらはですね、ジェルタイプのものも実はこちらありまして、今こちらのブリーチケアセラムですね、オイルの方がちょっと届いておりますので、こちらをちょっと紹介したいと思います。まずですね、こちらのオイル、何のオイルか分かりますか？このエリュージューダブリーチケアセラムというのは何に良いのかということなんですけども、割とこのブリーチケアセラムって書いてあるぐらいなので、ブリーチヘアにとても効くオイルになっています。まずですね、デザインカラーの変化が最近は著しいです。ブリーチデザインを楽しむ女性が世代問わずとても増えています。そして第2に、ブリーチデザインのニーズですね。シルエットがとても綺麗に決まる、まとまり、ツヤがあるデザインが求められています。そして第3、ブリーチ毛への既存アウトバスの課題点というのが挙げられます。これはですね、ブリーチ毛はうねりとかやっぱ広がりですね、がとてもひどくなるので、まあ、従来のオイルですとアウトバスとですね、まとまりを出そうと重めのオイルを使ってしまうとベタついてデザインに動きがちょっと出にくいんですね。しかしですね、逆にツヤと動きを出そうと軽いオイルを使うとですね、毛先のまとまりがとても物足りなくて広がってしまうということが起きていました。そこでこのエリュージューダブリーチケアセラムはですね、その問題点を解決した処方となっております。第一にですね、うねりを抑えて指通りよくサラサラまとまる質感ですね。なので割とブリーチも引っかかってしまって、もう乾かすのも嫌、櫛通すのも嫌と思う時あると思うんですけども、これをつけることによってですね、しっかりと指通りよくて毛先までしっかり溶かせるということができます。そして第2に、ブリーチ毛のドライ時の操作性の向上ですね。こちらもですね、割とこう乾かしている時に引っかかってしまったりとか絡まってしまったりとかいうのが起きてしまいがちなんですけども、これをつけることによってそのストレスを軽減できるということです。そして第3に、こちらですね、ブリーチ毛でも実はベタつかない。ブリーチ毛っていうのはですね、水分も吸いやすいですし、油分も吸いやすいんです。するとどうなるかというと、オイルをつけた時になかなか乾きづらいという現象が起きるんですけども、こちらはつけてもベタつかずにさらっと乾くという特色があります。そして2種類実は、出ていまして、こちらあるのがブリーチケアセラムといってですね、軟毛用、柔らかい人の髪用ですね、の人にはこちらをつけてあげて、毛先が絡まりやすかったりふわふわ広がりやすい人にはとてもこちらがおすすめです。そしてもう1種類がこちらですね、ブリーチケアジェルセラムですね。こちらちょっと新しい感じのジェルというタイプのアウトバスになるんですけども、こちらですね、普通毛から剛毛用ですね、硬い髪でゴワゴワ広がりやすくて全体的にボリュームが出てしまうという方にはとてもおすすめなジェルセラムになっております。そして香りですね、気になると思うんですけども、どうやらクリスタルムスクの香りというんですけども、ちょっとこう柑橘系の匂いですね。まあ甘すぎない匂いで僕はとても好きな匂いなんですけども、品のある大人の女性が好きそうな、とても上品な香りになっています。うちの店でも一応取り扱っておりますので、ぜひ問い合わせください。価格は2800円になります。はい、今日紹介したのはこちら、エリュージューダブリーチケアセラムでした。それではもしよろしければチャンネル登録、高評価ですね、よろしくお願いいたします。